銀チャンネルのバースクリクイズ。春のバスによく見られる傾向として当てはまるのは次のうちどれでしょう。 A. 尾びれが曲がったまま硬直する。 B. 体色が真っ黒。 C. 殻は全体が太い。 D. 目が飛び出している。わっさー、はい、やってきました。諏訪の池でございます。だいぶ回復してますね、水が。ここから徐々に、ガリガリじゃないバスも徐々に釣れ始めるんじゃないのかなと。早速、様子見程度にやっていこうと思うんですけども、今日もね、また雨なんで、梅雨レベルに雨がよく降ってるんですよね。それでは準備はいいですか。いきますよ、キーチャンネルスタートです。フルスイング。霧がえぐいわ。ちょっとフリックいってみます。よし、悪くはないじゃない。よしよしよし、あーでかい。まあまあいいサイズ。よし、あーよいしょ。あーでも最近のっていうか、まあ去年からの諏訪の池で考えたらかなりコンディションマシになってるわ。40アップ。ああやっぱいたな、この辺に。フルスイングとかじゃ食わないってだけだ。頭にね、髪傷が、頭に傷が入ってるんですよね。これはメスっていう証拠なんですよ。じゃれてるんですよね。スポーニングの時期に入るとこうオスがね、メスの頭とかを噛むんですよね。カブカブカブってこうじゃれてイチャイチャしてるんですよね。なんでスポーニングはね、始まってるっぽい。フリックシェイクのジグレットはキーだったけど、バースデーフィッシュいただきました。はい、諏訪の池の記念すべきファーストフィッシュはジグレットはキーでした。まあお箱だね。ジグレットはキーってやっぱこうふわ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 って浮かせて、にゃん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 ってね、震えながらコールさせていく使い方っていうのは僕的には多くて、もちろんそのボトムとかでシェイクとかっていうのもあるんですけど、この春はね、やっぱね、ボトムとかをシェイクしちゃうとオスが釣れる可能性が極めて高くなるので、上に上げて落としてってしてあげる方が移動距離もね、抑えることができるし、上にファファファって浮いてる時にね、ゴンと食ってくれば今みたいにやっぱメスが釣れるんで、比較的そのオスよりもメスの方がでかくなるって言われてますからね。ちなみにさらっとさっき言いましたけど、お、食った。よし、よし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 、ほう、ほい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 。さらっとさっき言いましたけど、バースデーフィッシュだったんですよね、さっきのやつ。そう、僕誕生日なんですよ、27歳です。はい、2本目、1本ぐらい釣りたいな、巻きで。これでアッキー投げて釣れたらやっぱアッキーなんだな。フルスイングと同じとこっすよ。
じゃん。やっぱワッキーなんだな。あ、バレた。あははは、でかかったっす。しかもワッキーじゃないとダメだ。そういうことだ、やっぱ。うわ、食った食った。よし、ほら、あ、これはでかい。なんかダメだな、今日そういう日だわ。ジグネットワッキーじゃないと釣れない。おー、でかい。これプリじゃん、がっつり。えいよ、40はありそう。おお、しかもやっぱ結構送ってんのにしっかり外側にかかるな。はい、やっぱこいつもメスね。うん、わあ、もう取りに戻ろうかな。ダメですね、これ以外多分今日釣れねえよ。この感じはハマってるやつですね。よし、タックル組み直しに戻りましょうかね。今日の釣りが分かったところで、はいはい、タックル回で戻ってきました。一つは引き続きジグヘッドワッキー、ただあのフリックシェイクじゃなくてもうちょっとこうね、ローライトなんかもうちょっと色鮮やかにと思ったし、もう一個ちょっとね、実はダウンショットワッキーとジグヘッドワッキーで実はやばいと思ってるのがアジャストレートの交付力、はい、そしてもう一個が去年に引き続きダブルネイルワッキー、これでいきます。あの頭出てる岩、よし、食った。すぐ釣れる。頭で釣る岩。もうパターンだな、今日これ絶対。悪くないし、最後。よし。ほら。また40アップ。ああ、こいつも髪跡があるメス。うん、お腹もちょっと膨れてきてる、いい感じのやつ。これだな。今日の鉄板ですよ。ホール中にもう持っていっていくもんね。絶好調のジグヘッドワッキーなんですけれども、このジグヘッドワッキーの中でも、このね、アジャストレートの、高浮力モデルですね。これのジグヘッドワッキーおよびダウンショットワッキー、これがねすごくいい。まずジグヘッドワッキーのいいところっていうのはね、プル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 って落ちていくっていうのはね、あのほとんどのワームがそうだと思うんですけど、高浮力になることによって 0.6g、0.9g でジグヘッドワッキーを普通のワームでやるのと比べてフォールスピードが遅いんですよね。浮こうとする力が働いてるんで、 0.9 のジグヘッドワッキーをこのアジャストレートでやった時にまるで 0.6 のジグヘッドワッキーをやってるかのような感覚というかフォールスピードで、だったら脳進化ワッキーでいいじゃんと思うかもしれないけど、脳進化ワッキーだと重量がないでしょ。あくまでも投げる時にはジグヘッドワッキーと同じ重さがあるんで、投げる時には飛距離が出る、脳進化ワッキーを。だけどポチャンと落とせば脳進化ワッキーかのようにスローフォールしてくれるんですよね。でダウンショットワッキーにすると今度もう一個いいところがあって、ダウンショットワッキーにするとボトムでね浮いちゃうんですよ。シンカーからこの針までのリーダーの長さ分浮いちゃう。魚がボトムからちょっと浮いてるぐらいのところっていうのを、サスペンドして誘えるんですよね。細かい技術がなくてもフォールでブル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 でボトムにトンとついたらそこでステイするんで、待ってれば勝手に魚の目線にワームがね留まってくれるっていう、
言われてみたら、うわなるほどそれやばいねってなったと思うんで、ぜひ、やってみてください。よし、あー抜けた。あー相当食ったっすけどね今。ほら食った。やっぱね、そうだよ、ジグネットワッキーじゃないとダメなんだ今日は。あおおおお、よいしょ。よいしょ。このカラーもいいんだろうね。そしてね、あーちょっとまだ細いな、回復手前って感じだけど、アジャストレートのジグネットワッキーで4ジャップ。はい、4本目読んじゃう。ほら食った。放置ですよ。よし。お、あ、でっかー。今のはでかい。切れたわ。悲しい。放置で食ったのに。俺完全パターンだわ。でかかったな、今の50あったんじゃね。引きが段違いだったぞ。50は言い過ぎだとしても、後半は多分硬かったっすね。ちゃんと糸もしっかり点検してましたからね。マジかおい。わかった。でもそのスローフォールで見せるのももちろんなんですけど、放置が大事だ。アクションさせてない時に食ってくる。全部。いや、でかかったっすよ、今のは。マジで。急にドラッグチーッと出されたもんね。よし。うお、うお、うお。ショックやわ、今のは。今のはちょっとショックでかいっす、俺。はい、お疲れ様です。ジグネットワッキー。完全にハマりましたね。本当にこれでしか釣れない。で、他にもワッキー系だったら何でもいいのかっていうことで、ダブルネイルワッキー。去年これがね、あの雨のタイミング、これぐらいの時期に結構ハマった経験があったんで、あ、そのパターンかなと思って、そっちもやってみたけどダメ。ボトムをモコモコ行ったりするんじゃなくて、この細長い、ちょっとフィネスな感じの見た目で、ピンクっぽいカラーっていうのが変更的に霧がかかって、ローライトで、っていう中でちょっとこう蛍光色の中でもちょっとミミズチックなだけど目立つ白っぽいピンクっぽいよねっていうので非常に高反応だったっていうのも多分あるかもしれない。そのカラーの差っていうのを如実に感じたのは、最初の1匹目でも2匹目でもなくて、ポチャンっていってフォールしましたで拾い食いしていくやつ、ボトムにただ佇んでるだけ何もアクションしないってなってくると、やっぱり色で存在感を見せていかないといけない、特にこういったローライトでは。まあ、それがこのカラーが釣れた理由なんじゃないかなって、一つのね理由なんじゃないかなって思ったゆえんでございます。まあ本当はね薪で釣りたかったところですけども、まあこういう日もあるよねそりゃって言ったところで、ぜひ参考にしてみてください。特に途中からね活躍してくれたアジャストレート、はい、普通のストレートワームのワッキーとはまたちょっと違うアプローチができると思いますので、ぜひ参考にしてやってみてください。それでは今回はこれにて終わらせていただきます。お疲れでした。